ズさんや、うん、バロンや、うん、今日も可愛いですね写真ラパパパかけるわ。めちゃんハートいっぱいありがとう、やっほー。ミニポニーさん、やっほー。なんかさ、やっぱさ、配信って大事だなって改めて思った。突然の、なんかさ、 YouTuber のさ、ユンちゃんがさ、なんかさ、アイドルの話みたいなのでさ、チュラさんとさ、なんか動画撮ってるやつがあるんだけど、まあなんか現実的にありえない話なんだけど現実的にありえないところだらけなんだけど、なんか配信して頑張ってるところを見て、やっぱ配信って大事だなって思っちゃった。ミニポニーさん、ハートいっぱいありがとう。かえちゃん、やっほー、ハートいっぱいありがとう。だから坂本、いや、そんなことね、坂本ちゃんももっと頑張んなきゃいけないなと思った。しかもさ、坂本ちゃんさっきまで寝ちゃっててさ、この後 TikTok の編集をするつもり。ブラックちゃん、紫フリフリいっぱいありがとう。アリエンストーリーだったけど、配信は大事だなと思った。かえちゃん、ハートいっぱいありがとう。あんなうまいことはいかないけどね。お兄ちゃんす流します。お兄ちゃんすです。出会えた奇跡さん、こんにちは。坂本里奈です。ポッチっていうアイドルグループやってます。短冊さん、こんにちは。ブラックちゃん、紫フリフリありがとう。ホタルイカボリボリ。祝日さん、こんにちは。坂本里奈です。ポッチってアイドルグループやってます。なんかこっからさ、生誕ラッシュが始まるけど、このお兄ちゃんすって曲をまゆきさんの生誕で2人で歌うんだけど、そういう2人で歌う曲みたいなの呼んでもらえたの初めてだから嬉しい。でもちょっとお兄ちゃん100回ぐらい言ってて、ちょっと私大丈夫かなと思いながら。絵本さん、七夕さん、こんにちは。坂本里奈です。ポッチってアイドルグループやってます。ジップ視聴見れるのラストチャンスなんてそんなわけないよね。今週日曜日のパルフェットですね。ジェップ衣装を着るんだけど、ジェップ衣装、まあラストではないと思うけど、ほんとマジめったに着ないの。ちょっと衣装の特性上、ほんとめったやたら着れる衣装じゃなくて、だからほんとにレアだと思った方がいい。振り向かないでさん、こんにちは。坂本里奈です。ぼっちっていうアイドルグループやってます。みっこんさん、こんばんは。ジップ衣装もめっちゃレアだし、一部に着るパルフェットのメイド衣装もめっちゃ可愛い。こっちはもしかしたら最後かも。
譲れないじゃん。僕とお話ししてカズさんこんにちは。話しよう。たかしさんやっほーこんばんは。たかしさん推薦コメント書いてくれてたんだね。さっき見た。パルフェットのアクスタ欲しいんだが。え、パルフェットのアクスタめっちゃ可愛いと思う。メイド衣装。私パルフェットめっちゃ好きなんだけど、なんかフリフリで。たかもちゃんはピンクのメイド服を着ます。ちょっと坂本買っといて。おいお使い頼むな出演者に。おげー、ゼップ衣装2部に持ってくるの運営やり手すぎ、死ぬ2部です。なんかなんとかコーナーも着るよ、ゼップ衣装。パルフェットさん来てほしいよ。坂本ちゃんも可愛くするから。ちなみにゼップの時のあの衣装のゼップ衣装のあのリモチェキ、ゼップの日のめっちゃ可愛すぎて、めっちゃなんかあの日めっちゃ美女良かったんよね。リモチェキなんかいっぱい撮ったんだけどあげたくなかった、可愛すぎて。ゼップ衣装いっぱい着たいけどね、着れないんだよね。2部は行きます、予定があれば1部も。頑張って1部から来れますように、待ってるね。ハートいっぱいありがとう、ミニポニーさん。ねえ、てかかえちゃんかえちゃんいる？これやばい。ルル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 ルパルフェットの衣装を買う？衣装ごとってこと？アルメリさんやっほー。パルフェット可愛いよね。なんだこれ。
うんうん、私フリフリとかさリボンとかさなんかそういうの好きだからさ、パルフェットめっちゃタイプない。今年あるかわからないがいいけど、昨年はパルフェットのブースがあって衣装が安く買えた。え、そうなんだ。えー、知らなかった。まことさんやっほーこんばんは。雨が晴れて、赤もちゃんも歌うまくなりたい。TikTok 頑張ってこの後編集してアップしたらいいねっつって、いいねっつって、いいねっつって、坂本普通に歌うまくね。えー、うマジうまくない。てか声質がマジ無理なんで私の声ってこんなキャンキャンしてんだろう。あとイコラブとかノエミちゃんとか見てると本当になんか歌うまくてかんなんか感激しちゃうんだよね。ニアジョイちゃんも、なんか日本のアイドルってさやっぱダンスも歌もだけどさ、まあ下手なのもまあ一つのなんか成長過程が見れるいいところ、いいところ、まあなんか何でも完璧じゃなくていいところが結構売りだったりするけど、やっぱりなんか上手い人見ると上手いってなっちゃうんだよな。イッシーさんやっほー、ピンポーン、イッシーさん、紫だるまさん、いっぱいありがとう。ガモちゃん、歌うまいじゃない、踊りも。歌うまくない。うまくないよ。天才だな、マジね、ノエミちゃんって。可愛いのにこんなに、こんなに可愛い。ボイトレ頑張るしかない。ガモは可愛い。バブ。ぼつぼつ雨は晴れて。あ、いい曲。なんだかさ。にゃがとさんやっほー、こんばんは。なんだかさー
なんかいろいろツイートしたいんだけどさ、ツイート何したらいいのか分かんないんだよね。バクさん、はじめまして。はじめまして。坂もも生誕何やるか考え中だよ。こんなに早くから。まだ半年ある。どうした。いや、なんかさ、休みの時ってさ、 SNS がやっぱどうしてもさ活動的じゃないじゃん。気になっちゃうんだよね。だからといって何を書いたらいいのか分かんないし。7日与えて出てるけど、アイドルタイムって何？ショー？なんか喋るんじゃん。喋る系だと思うよ。MC 系だと思う。わかんないけど、わかんないけどね、多分。TikTok 更新TikTok 編集して保存しといて、明日更新して、生誕祭心配なの。オタクは盛り上げるだけ。生誕祭心配だけど、まあまだ心配は してないから、もうちょっと何やろうかなって考えてる今から。でも坂本の生誕祭がに向けて、に向けてって言ったら変だけど、やっぱなんていうんだ、個人のファンつけたいよねっていう。あ、トークショーって書いてあった。なんかトークショー的なことなんだ。透明版ツアーも名古屋と大阪のファンの人増やしたいしにゃー。たかつやほー、僕とお話ししていいよ。生誕祭ゴムボートで会場入りさせてあげた。ゴムボート、どんぶらこっこってこと。生誕祭お誕生日の人がソロを歌って特技披露してる。たかしさんはいちゅう坂本ちゃんに会いに来てくれんの。6月以降かな、楽しみにしてますよ。6月以降からじゃあ坂本氏として活動よろしく。画面でそんな入場があったって聞いたから。あ、なんか入場ってかラスト、ラストね。うんうん、お迎えしてくれるのかと思ったよ。バスケットのチキン了解しました。てかそういえばパームスで16日だっけ。パームスでライブするんだ。パムです、来てほしい。パームスさん
なんかあんまり行けないし。確かにファーマス。そう。まあでもそれよりも DDD 来てほしいけど。どっちも来てほしい。スタバの新作飲んでツイートしよう。死ぬ。今って何やってんの？スタバちなみに結構好きだから、スタバカードとかファンの人からもらったらめっちゃ使っちゃう。自分で課金して使っちゃう。なんならそっからチャージしてってぐらいにはスタバ結構好きなんだよね。実は実は DDD 行きます。待てまーしゅ。フォーカス撮影会金券のプレゼントダメになったから泣いた。あ、そうなんだ、知らなかった。イムイムさんこんにちは。坂本里奈です。ぼっちっていうアイドルグループやってます。 DDD 大体早く知りたい、ね、確かにもうさ、またうかうかしてるとさ他のアイドルさんにチケット取られちゃうから大変だよ。そうだ、撮影会も来てほしいし、もうやばい告知まとめよっと。ということで TikTok 編集して告知まとめて明日ボーンって出せるように頑張るので終わりようかな。競争大変ですね。もう DDD チケット売ってたっけ。あ、まだ売ってない。もうみんな急がないと取られちゃうからね、前みたいにということでみんなありがとう、来てくれて。 TikTok も楽しみにしといてください。ありがとうみんな、またね、バイビー、おやすみ、また明日的な今日をやります。バイバーイ、ありがとうね、来てくれて遅い時間に。DDD 抽選ありました、だってみんなありがとう。おやちゅみー、おやちゅみなちゃいー。